はい、東京ビットコインニュースです。今日は12月17日火曜日、イスラエルからお送りしています。今日はビットコインアプリ開発向けの高水準プログラミング言語エスクリプトについてお話したいと思います。でまあ、英語ではですね、ハイレボルスマートコンック n ラング g e for、BS、b s v っていうふうにまあ言ってますけれども、まあ、要は ビットコインの,そのネイティブの,あのスクリプト言語だとあのやっぱりこうとっつきにくいくてまあ開発がまあなかなかしにくいということなわけですがまあそれをですねイーサリアムが使っているソリディティっていう言語とかあとはそのウェブのアプリに使われている JavaScript っていうまあ言語に似せた形で、えー たくさんの開発者の人に、まあ、あの、開発しやすいような、あの、言語を今作ってると。まあ、そういうことなわけですね。うん。それで、あの、このエスクリプトは、えーまあ 中国のリーさんがあの、まあ、CEO なわけですけれども彼はその中国出身なんですけれども、まああのまあ、エリート大学を卒業した後にアメリカの大学に留学してそこでまあコンピューターサイエンスの PhD を取っててでその後 Facebook で、えー、働いててでその後まあスピンアウトしたっていうかねやめてスクリプトを、まあえー、やってるというような、まあ、優秀な人材なわけですよ。 それでそのこの間、コインギークソウルのコンフェレンスでえあったあのプレゼンの中からですね、こちらをまずはご覧ください。はい。はい。o い。は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 い。e い。は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 い。い。は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 い。い。は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  That's why we need some kind of a high-level abstract to, to make it easier. So which why I have this idea to call it S-Script, so instead of writing whatever on the right, you write something on, something on the left. You, you, you see from the left, you can see it's the, the syntax is very similar to if people are programming Solidity or JavaScript, you can find this.

NIP とかね結構だから、まあ、一旦慣れてしまうと、まあ、いろいろ処理速度が速かったりとかあの保守がしや,かったしやすかったりとか、まあ、そういうことはあるらしいんですけれども、まあ、いかんせんそのなかなかそ,のそこまでできる人がまあ少ないっていうことと、まあ、やっぱりそのイーサリアムでワークしている開発者とか、まあ、JavaScript を扱ってるあのデベロッパーっていうのがね もう圧倒的に多いわけで、まあ、そういう人たちに、まあ、ビットコインのプログラミングをビットコインで開発しやすいようにっていうあの、まあ、そういうあの言語なわけですね。 それでまあ僕はですね、まあ、あんまりプログラミングについてまあ語,れない語れる立場じゃあんまりないわけだけれども、まあ、とはいってもですね、僕も昔はですね、あのプログラミングあのまあちょこっとやってましてで、最初にパソコン買ったのもかなり前で、1982年だったかな、あのこの富士通の FM7 っていうのが発売された時に買いまして、まあ、当時ね、 えー、12万6,000円で,でなんだかんだねプリンターとそのモニター入れたらね30万円ぐらい、えー、したんですけども、まあ、当時ねあの両親に買ってもらったのを覚えてるんですけどこれでねあのカセットテープにつなげてですね あの、いろいろプログラミングとかね、ちょこちょこゲームとかね、やったりしてたんですけど、当時、Mac がやっぱ欲しかったんですけど、Mac がね、すっごい高かったから、まあ、それはね、ちょっとね、諦めたんですけどね。まあ、そういうわけでね、えー、まあ、その後ですね、高校、まあ、僕はアメリカ行ったんですけども、高校でも、あの、コンピュータサイエンスのクラスがあって、プログラミングのクラスがあって、それで、その、あの、クラスの中で一番で、 あの、女の子にね、あの、教えてあげたりとかね。まあ、そういうこともやってたわけですよ。まあ、そういうことは、まあ、置いときまして、えっと、クレーガ博士もですね、このことについては、あの、言ってまして、やっぱり、その、高水準、あの、言語を、 の,の SDK ソフトウェアデベロップメントキットを作ってそれで多くの開発者にねあのや,あのやりやすいようにするっていうのはあの言ってましてそれで N チェーンがそのエスクリプトもいろいろねこうバックアップしてるっていうところに、まあ、繋がってるわけですでクレーガー博士どう言うかどう言ってるかあのこちらをご覧ください People don't know the power of Bitcoin yet. They're going to. When I said it's Turing complete, I mean utterly Turing complete. It can compute anything computable. We're releasing later, in stages, SDKs, software development kits, and then compilers. For the simple fact that right now, it's a real bugger to actually do anything on Bitcoin. Even if people did learn, it's hard it's a dual-stack system, similar to forth. that's like programming in assembly code. When I, one of the things i did when i was in the air force, way, way, way back in history, i worked on the f-18s. people don't realize that f-18s actually run on a dual-stack forth system. dual-stack forth can be incredibly fast, incredibly efficient, but it is a bugger to program. はい、というわけでね、クレイグ博士もね、やっぱりそのまあビットコインのそのデュアル・スタック・フォースシステムで、フォースに似たプログラム言語だと、非常にやっぱりあのこう難しいんで。 だから SDK を発あのリリースするっていうふうに、まあ、言ってるわけですけど、これがそのつながってるわけですけどね。で、えっ、ー、と、FORCE は、えー、どういう説明があるかっていうと、FORCE は単純だが拡張性のある言語である、そのモジュール性と拡張性は CAD システムのようなな高度なプロググラミングをも可能にするしかしながら拡張性は未熟なプログラマーが分かりにくいコードを書くのも促すためこのことはフォースに記述専用言語との評判をもたらしている大規模で複雑なプロジェクトでも成功裏に使われてきていて有能でよく訓練されたプロフェッショナルによって開発されたアプリケーションが何十年にもわたって発展していくハードウェアプラットフォーム上でも容易に保守されることを証明している フォースは天文学分野や宇宙開発分野という得意分野も持っているということで、まあ、やっぱりその、えーまあ、効率的で処理速度が速いとかっていうのは、まあ、博士が言ってたように、えっと、かあのクレーガー博士が空軍にいた時にその F18 の,の戦闘機の中のプログラミングは、えっと、このデュアルスタックのフォースだったっていうふうにね、まあ、言ってるわけです。 はいというわけで、それで、えーとまあ、結局、それはどういうことかっていうと、e、まあ、ーサの開発者が、まあ、やっぱりたくさんいててです、ね、これはあの、DAPS、ね、DAPS を作るぜっていうあの、ブロックチェーンデベロッパーですとかっていうのを言う人たちが、まあ、いっぱいいるわけですけど、それであの統計で見ると、DAPS プロジェクトが今、3233あると。で まあやっぱりアプリの数は多いわけですね。で、そ,、まあ、そういう彼らは、ビットコインのスクリプトだとスマートコントロールが楽。 トラクトができないとかっていう風にまあ洗脳されててでかつじゃあそのデュアルスタックのフォースのス,プリスクリプト言語だからできるっていう話になってそれでまあイーサーはソリディティで JavaScript に似てるからあのスマートコントラクトイエーイっていう風にねまあやってるわけですよだけどそのやってるうちにそのトランザクションフィーが上がったりとか処理速度がめっちゃ遅くなってそれでまあスタックしちゃってどうするよっていう風うにまあなってる人たちがまあ 多いわけで,す、ね、でまあイーサリアムだと今 2700EOS だと318っていう、まあ、そういうふうにあのプロジェクトの数は多いわけですけどで、まあ、今ライブになってるのは1400で、えー、もうあの開発が中止されたのもまあ1000ぐらいあるということでね。 まあその中止したっていうまあプロジェクトもまあ多いんですけどまあこういった人たちにこれから S スクリプトでえソリディと同じように開発ができますよとでスマートコントラクトビットコインでもできますよっていうまあそういうことをねその伝えなきゃいけないということなわけですで最後にですねビジネスモデルについてはあのリーさんが言ってたのはあの マイクロソフトのビジュアルスタジオっていうあの開発、開発者向けの優れたツールっていうふうにありますが、このビジネスモデルを、えー、モデルにするっていうふうに言ってて、で、どういうことかっていうと、その、まあ、無償版で、えー、あの簡易機能をつけた開発ソフトを、まあ、あの提供して、で その追加機能を使うためにはまあ、そこからその、えー、課金、えー、するっていうかね販売するっていうまあそういう形にするっていうふうにねあの彼は言ってました。はいというわけで、えー、で資金調達もあのやってますのでもしあの皆さんねこれ見て。あの まあちょっと出資にも興味があるという方が、ましいらっしゃいましたらですね、あの本人につなげますので、えーご連、ご連絡ください。はい、というわけで、今日は、えー、高水準言語の S スクリプトについてお話ししました。以上、東京ビットコインニュースです。さよなら。